Space Monkeys TV。はい、ウェルカム、スペースモンキーズ TV へようこそ。もうね、今日のね、タイトルとサムネイルを見ていただけたらね、分かってしまう通りなんですけど、ほんとすいませんでした。ほんとに申し訳ないです。まあ僕ね、バッスリの YouTube を上げてるんですけど、この度ですね、ちょっと撮影のロケ地でですね、盗難に遭いまして、ロット、そしてリール、まあ、ロット竿って言うんですけどね、バッスリの竿で、大切なリールで、視聴者様からね、いただいたりした、レア度の高いルアーをですね、盗難されてしまいました。まずね、細かく話していくと、車ですね。まあ結構バッスリやる方って車にそういったね、自分の大切な釣り具を、まあ、保管して移動することが多くて、まあ、全部が全部ね、そのロケ地でね、例えばコテージとかね、泊まるホテルとかあるんだったら、そちらの方に運ぶことってね、実はあまりしないっていうことがありまして、まあ大きな荷物になりますね。まあ運ぶものは運ぶけど、一部は残すみたいな、こういったね、習慣がありまして、結構ね、車が車上荒らしに遭うなんていうことがね、結構あることなんですけど、まあ、今回のロケ地についてはまあそこのね、やっぱり、まあ、考えてしまうと、そこでそういうことがあるという僕たちが言ってしまうと、まあ、ピンポイントでね、そういったそこのセキュリティはどうなんだとかっていう風評被害にもね、遭ってしまうので、そこは伏せておきたいところなんですけど、まあ、結果論から言いますと、僕はね、車の鍵を閉めていたのか、それとも開けられたのかっていうのは謎なんですけど、まあ、車に保管してありました。一つ目がですね、グラディエーターアンチレイドジャパンのパワーノーズという、極物と言われるロット、極めてそれだけにしか使わない、その特化した釣りにしか使わないロット、まあ、珍しいんですけど、ね、そのロットが1本で、ダイワのスティーズエアー TW、 これね、2020年に本当に僕はね、再注目して、いろんな動画で考察レビューして、そして死闘の動画もね、萩さんと一緒に、メンバーの萩さんと一緒に、楽しみですね、撮ってっつって、で死闘のね、フィッシングショーにいて死闘の動画も撮りました。でも僕は自分が買うまでそれをしなかったって言って、もう大注目していた理由、これから、いろんなね、全国各地回って、もしくは海外にね、持っていこうとまで考えていたリールが1台、それとリールもう1台、これガンクラフトのマーゴで、それを使って魚を2020年の1月1日の元旦にね、釣り上げた、そのぐらいの思い入れのあるリールで、これからね、ビッグベイトゲームも春になっていくに従って、大きな、ね、ルアーで釣るためのリール、これも盗難にありました。さらになんですけど、DRT のK9、 クラッシュ9、通称 K9 と言われる、めちゃくちゃ手に入りにくくて、そして、釣れる大きなビッグベイト2つピンポイントで盗難に遭いました。本当にね、その施設の駐車場だったんですよ。本当に駐車場で、いろんな車が止まっているのが駐車場でね、鍵が閉まってたとしても、もしかしたらガラスを割られて取っていかれたかもしれないですけど、幸いのこと、車の方は全く、傷とか、そういった損傷箇所はなかったんですけど、ピンポイントに、狙われて、取られていました。最初にその異変に気づいたのが、僕はね、リールがこのロット、この竿あるんですよ、まあこれではないんですけど、リールがついてて、で糸が通ってて、でルアーをですね、この第一ガイドにかける癖があるんですよ。ここにこういった感じでかけてるんで、車に収納していたんですけど、今から釣りをするから、どのタックル、まあどのセッティング、どの竿、どのリール使っていこうかなっていうところで、車をバーンって開けたんですよ。そしたら、あれ、あのロッドガシャ、グラディエーターアンチパワーノーズというスピニングで遠くに飛ばして釣ろうというような頭がね、考えがあって、そのロッドを探してたんですよ。あれ、ないな、おかしいな、俺置いてきちゃったかなって思って、じゃあビッグベイトで投げてみようかなと思って、じゃあ忘れちゃったんだったら、じゃあビッグベイトリールがあって、ビッグベイトロッドのセットで、まあ、それなりに重いミノを投げて釣ろうと思ったら、今度ビッグベイト用ロッドのはあるんだけど、リールがなかったんですよ。
それは確実に持ってきた。なんでかっつったら、そのロケの撮影の前の日に、違うね、釣り YouTuber さんと一緒に釣りをした時に、それをリールを使った記憶があったんですよ。で、みんな仲間いたんですよ。そしたら、あれ？ビッグベイト投げましたよねって言われて、投げたっつって、でも、ないんだけどって言ったら、こういうふうな、このジョインテッドクローだけかけられた状態でリールだけがこっそりなくなっていた。その時にこれ盗難にあったってことに気づいたんですよ。これは車上荒らしにあったってことに気づいた。あ、やられた。シーズエア TW がない、パワーノーズがない、マーゴがない、あれおかしいな、もしかしたらレア度の高いビッグベイトをやられたかもと思って、ビッグベイトのパックね、ボックスがあるんですよ。それをバカと開けたら、やっぱり K9 クラッシュ9 2つ、黒いやつですね。これ視聴者さんから いただいた初期の黒いやつで取られてた。あ、ないと思って、でもう一個 K9 持ってたやつがベラカラーといって一回も投げてない。このハイシーズンになったら使おうと思ってずっと収納してあったベラカラーがない。これやられたぞってことにそこで気づいたんです。全く知らない人が自分の車の中を覗いて手でごちゃごちゃやられたことにすげえ気持ち悪さを感じたんですよ。うわ、俺の車の中勝手に見られて勝手に探られたっていうのはすごい気持ち悪かったんですよ。まずそれが第一印象だったんですよ。もっと気持ち悪いなって思ったのが、僕ね、オリジナルカラーのジョインテッドクローっていうビッグベイト、こちらになるんですけど、オリジナルカラーのジョインテッドクローのサンプルを持ってたんですよ。これって俺動画で何回も見せてるし、インスタでも見せてるし、ツイッターでも何回も見せてるんですよ。これが入ってるってことは、俺だってもし知ってる人だったら分かるはずなんですよ。分かるはずなんですよ。それを分かってて、あ、これスペモンの車じゃねって分かってて、俺しか持ってないんですよこれ。本当に僕しか持ってないんですよ。まだ発売されてなくて、まだ作ってる段階なんで、これスペモンの車じゃねえと思って撮ったとしたら本当に嫌だなと思って、ジョインテッドクロー、これまだ発売されてなくてサンプルの正規品なんですよこれ。なんでこれ撮ってかないんですか。おい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 、もしこの動画お前見てる犯人、おい犯人、一番レアだぜ。俺だって分かっただろ、俺だって分かっただろ、なんで取ってかねえんだよ俺の、俺のタックルボックス一番隅、一番上に置いといて、置いたのにどかされて一番隅にちょんって。おい、正々堂々、正々堂々盗みに来いよ、正々堂々、スペースモンキーズ TV オリジナルカラージョインテッドクロー正々堂々盗みに来いよ。俺の視聴者、チャンネル登録者数、いろんな人の思いが今からそのタックル、そのリール、ロット、ルアー、いろんな人の思いがその道具に乗っかってるぞ。そういう思いが乗っかってる。みんな絶対許さないと思うぞ、みんな絶対許さないと思うぞ、みんな絶対許さないと思うけど、俺は許す。本当にいろいろ考えた。転売目的なのかな、それとも俺の熱烈なファンなのかな、それ本当に使いたいやつなんだなとか、本当だったら盗んだことについて警察に報告して被害届を出さなきゃいけないけど、それもしませんし、この動画だけの話にします。この動画だけにさせてもらいます。だからこれっきりにしてください。もうこれ以上もうやめてください。俺で最後にして、相当いい金額になると思うし、売ればね、もし1人じゃなかったとして2人でやったとしたならば、もう最後にしろ、最後にしてくれ。いずれお前たち仲間同士騙すぞ、そういうこと続けてると。本当の仲間じゃなくなっちゃうぞ。ただ一つだけ、一つだけ、一つだけ、スペモンの、オリジナルジョインテッドクロー、こちらのカラーが皆さん出ます。楽しみに待っててください。正々堂々盗みに来いやー、正々堂々盗みに来い。